朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官の労働党と国家武力の最高司令者金正恩同志が、5月4日、朝鮮東海会場で行われた連戦及び東部戦線防衛部隊の弾薬訓練を指導しました。東京委員会の幹部たちが訓練を見ました。金正恩委員長は監視所で東京別弾薬手段の弾薬計画について聞き、最高級長距離ロケット砲と戦術誘導兵器の陣地への建設と展開をはじめ、射撃準備過程を検閲し、打撃準備と方法を定めました。そして人間の現代的な大口径長距離ロケット砲と戦術誘導兵器をよく運用している、今は名砲手が現代的な兵器システムに相当し、強度の訓練を行った結果、いかなる状況にもいち早く対応できる人の遂行の能力を整えたと評価し、前触れもなしに不意に組織した打撃訓練が成功に行われたことを高く評価しました。金正恩委員長はいつでも命令が下されるなら即時戦闘に参与できるよう万端の体制を整えている、前線と東部戦線防御部隊の研究防御能力に大きな満足の意を表し、人民の作戦戦闘訓練を進めるための交流となる要求を与えました。そして人民の皆が協力の力によってのみ真の平和と安全が保障されるという特利を常に命じ、いかなる勢力の脅威と侵略からも国の政治的自主権と経済的自立を守り、革命の獲得物と人民の安全を利用できるよう高度な臨戦体制を維持し、戦闘力強化のために引き続き奮闘しなければならないと述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、党の呼びかけに限りなく忠実な人民軍が戦闘力を絶えず強化し、基地の確認を社会主義の勝利の前進を被爆の軍事力で保障するものと確信しました。